こんにちは、キーチャンネルでございます。本日の夢100は、毎日ミッションに挑戦して王子様への贈り物を作ろうというクエストでございます。こちらは2月の10日から始まっております。で、10日で14日までですね、やっております。愛の日、それは大切な人に愛を伝える日で、愛の日に向けて大切な彼への贈り物を作ろうというクエストでございます。で、彼への贈り物を完成させると、特別デザインバージョンのラブアップ教育係が手に入ります。も手に入ります。もってことは、もってなんだろうね。で、1日に1つずつ毎日出現する特別クエストをクリアしようというクエストです。レベルはあんまり高くないので、すぐクリアできるものですね。でもこれは毎日やらないといけないので、忘れてしまうとラブアップ教育係が手に入りません。この子ですね、とても可愛い。でもこれ使いにくいね、可愛いから。まあ。で、ミッションを達成するためのイベントアイテムが手に入る特別クエストがムーンガーデンに登場。からの、5日間すべてのミッションをクリアすると特別デザインバージョンのラブアップ教育係が手に入ります。私もただいまやっております。特別クエストは2月10日のみ15時に出現いたします。ほう。で、期間中に公開された特別クエストは2月14日水曜日23時59分までいつでもプレイすることができます。特別クエストはそれぞれ1回のみプレイすることができます。ほう。特別デザインバージョンのラブアップ教育係は、通常のラブアップ教育係と同じくパートナーにしてトレーニングすると、どの王子でも1回愛情突破ができる教育係です。という優れたラブアップ教育係、大事。ミッションを挑戦するには初心者レッスンをクリアしている必要があります。ほう。まあ、これはすぐにダウンロードして初心者レッスンをクリアして やる必要があるっていうことですね。私はもう初心者じゃないの。レベルが、ランクがもう100超えちゃってるので、もう初心者ではありません。で、その1か。1日1回でクエストクリアで手に入る材料を集めて彼への贈り物を作ろう。チョコのかけらを4つ集めてチョコレートを作る。4つ集めてチョコレート作って、包装リボンを手に入れて、包装箱を用意しよう。というものがあります。これを5日やるのですね。わかりました。っていうか言ってるけどね。今2個ぐらい手に入ってますね。今日もまた やっていきますね。クエスト行ってきたいと思いますので、チャンネル登録の方どうぞよろしくお願いします。サブチャンネルもございます。そちらのチャンネル登録の方もどうぞよろしくお願いします。ではクエスト行ってきます。